15日公示の衆院選をめぐり立憲民主党の野田佳彦代表千葉14区は比例代表南関東ブロックとの重複立候補を見送る代表として選挙に臨む覚悟を示す狙いがあるとみられる同党が14日発表した大阪政治前代表代行北海道パック岡田克也前幹事長三重3区も比例名簿から外れる 一方、同党は女性議員を増やすため、北海道うちの小選挙区で出馬する現職と、新人の女性候補二人を同率で北海道ブロックの名簿一位に記載し、優遇した。以下はネット上の意見をまとめたものです。そもそも重複立候補させる選挙に問題があると思うんですけどね。小選挙区で落選した候補が、 復活当選させるのがおかしなことで地方有権者からノーと突きつけられたら議員としてふさわしくないと思うんですがね選挙制度そのものを変えないと野田代表がこの選挙戦にかけている気持ちが伝わってくる野田氏クラスの政治家であれば小選挙区で落選ということは万に一つもありえないと思います比例重複をしないという野党第一党党首の 立場を考ええた政治姿勢はは無党派層にととっても見栄えは良いと思い思ます野田氏の政治姿勢がどこまで支持拡大し議席獲得につながるか注視してゆきたい前回選挙区で落選し比例復活した小沢一郎さんはどうするのでしょうか党の要職を担う議員は比例重複できない空気づくりを与野党ともに進めるべきだと思いますね 自分の選挙がおぼつかない党幹部が党の運営で権力を持つのは変ですよね。公明党の石井啓一代表が短所を開いたのは立派だと思います。自民、立憲も続きました。共産党その他の政党も、教示を示してもらいたいですね。立憲民主党の野田代表は、比例代表を南関東ブロックとの重複立候補を見送るとのことである。 立民代表として小選挙区で落選するくらいなら代表としてふさわしくない大路を立つのは当然であるただ選挙戦での立民の主張は自民党の裏金議員の批判ばかりで市民の暮らしに関する物価交代策などの経済政策や激動の世界情勢に対する外交や防衛などの政策やビジョンを示さないと自民党の批判や非難だけでは立民が 議席数を伸ばすのは難しい立憲民主党の野田佳彦代表千葉14区は比例代表を南関東ブロックとの重複立候補を見送り代表として選挙に臨む覚悟を示す狙いがあるとみられるとのことでこれが本来の姿であり投資クラスの人は選挙区一本で立候補するべきだと思います。 確か自民党の岸田前総理も小選挙区単独で比例重複をしていないはずです総理大臣までやった方が比例重複はすべきでないし情けないです比例重複するということは万が一負けることがあるかもしれないと思う部分があるわけですから情けないことですまして野田義彦代表は小選挙区ではまず当選するでしょうから比例重複の 予防線は張らなくて大丈夫ですそれは日頃の毎朝の駅前の辻立ちの日常活動の賜物なんです総理大臣までやった方が毎朝辻立ちするなんてできないことですまた総理大臣なり代表が比例重複しないと当選できないほど選挙が弱いようでは政党のトップは務まらないです選挙期間中1日も 自分の選挙区に入らなくても当選するくらいでないと話にならない。比例区は廃止してほしい。立憲民主党は裏金問題を追求しているが、裏金議員が小選挙区で落選しているのに比例区で復活当選は納得ができない。それなら、立憲民主党の公約で比例区廃止と書けば国民も納得するだろう。 小選挙区議員は重複 NG にすればよい。そうすれば野党候補一本化につながると思う。地盤が弱い議員は当選したいなら小選挙区を諦めるしかないので。比例の名簿順は党内で好きに決めれば良いが、事前公開して国民の判断材料にさせてほしい。